インノケンティウス4世は、第180代ローマ教皇。本名は、シニバルドフィエスキ。ハドリアノス5世は、老いにあたる。1245年、第1リオン公会議を開催、フランシスコ会の修道士、プラノカルピニを、東方より来襲した、タタールの偵察と最新入防止工作のために、タタールの居住地方へと派遣した。一方で、新生ローマ皇帝フリードリヒ2世を破門。 チュリンネンホ白、ハインリヒラスペアホラントクウィレム2世を対立王に選出した。また、ポルトガル王三種2世を範囲に追い込み、弟のアフォンソ3世に王位を譲らせた。東欧では、ヤロスラブの戦い以降、ヨーロッパ防衛の共闘歩だったハール・イチ・ボルイーに大公国がモンゴル帝国のジョチウルスの属国になると、第二次ブルガリア帝国を新たなヨーロッパ防衛の 共闘補とすべく、イヴァンアセン二世時代に執行したブルガリアとの協会合同をカリマン一世に申し出た。1246年、ジョチウルスと戦っていたハールイチ・ボルイーニ大公、ダヌイーロに王位を授けて、ルーシオとし、ジョチウルスを牽制したが、同年8月24日のクリルタイディングユクが、第三大破案になり、カルピニが液見の際に、教皇の新章を手渡して、 和睦交渉を行った。この時に教皇宛に送られた愚痴藩の直所が現存しており、愚痴は教皇に基準を求めている。帰国後カルピニは一時、教皇の怒りを買った。ありがとうございます。